マズルカへ、単調作品68から4、遺作は、フレデリック・ショパンが、死の年である1849年に、パリで作曲したピアノ独奏曲。現在も残っている、ショパン自筆のスケッチを、信仰の深かったチェリストのオーギュスト・フランショームが、筆写し、友人のユリアン・フォンタナの工定により1855年に、出版された。なお、ショパン自筆のスケッチ、 フランショームの写し筆布ともに、ワルシャワのショパン協会に保管されている。このマズルカのショパンの自筆布は、聖書布や決定校ではなく、スケッチの段階であるため、特にトリオの部分がほとんど判別困難な状態に、ある。フランショームによる筆者布では、16小節のヘチョウチョウのトリオが前日の理由から省略されているが、 ヤンエケールによって工程及び復元され1965年に単行出版された学府や2007年に刊行されたショパンナショナルエディションの B シリーズ大愛観マズルカ集ではトリオ部分が復元されている。なお、実質のスケッチには行画しながら書いている時に手が滑ったのかペンが紙の上を走った跡が多く見られる。作曲者の絶筆という事情もあり、 演奏会で取り上げられることも多い。冒頭部分アン,ダンティーの4分の3拍子、チョ調。冒頭のタイのついた主題が転調されて繰り返される。半音階的加工と全音ずつの加工とが組み合わせられ調整が不安定。途中異常調に変わるが全体の無調整のために違和感はない。トリオも付けられているが主部同様に転調が著しい。ありがとうございます。